張する人、それは臆病者なんかじゃない、本気で戦いに挑む人だ。その緊張をエネルギーに、受験にインゼリー。する方だと思います。肩の周りだったり顔の周りだったりとかがすごい固まっちゃってたり、あと声がうまく届かなかったりとか、こうごもっちゃったりすることがあります、はい、すごい緊張してこうちょっとテンパっちゃう部分もあるかもしれないんですけど、一番は楽しんで頑張りたいなって思います。私自身高校の面接の時にすごいドキドキしたのを覚えていて、そういう子たちが見て、あ、自分も頑張ろうって思えるような、そんな CM にしたいなって思っています。その緊張が出るわけであって、頑張った証みたいな感じなのかなって私はすごい気になります。